はい。えー、っと、A 研中2級のライティングの問題です。新たに E メールを書くライティングの問題が加わりました。今までのライティングに。だから2つライティングになったわけですけれども、それを早くなれるためにやっていくんです。これまででですね、えー、公式に出ているやつ、サンプル問題を使ってやってみました。 で、今回は私が作った問題なので、まだ答え自分でも書いてないので、一緒にやっていきましょうね。どんなふうに作るかっていうのをちょっと簡単にやっていきましょう。で、ここから読んでいきます。一緒に。せーの。あなたは外国人の知り合い、ジェインから E メールで質問を受け取りました。この質問にわかりやすく答える返信、わかりやすく答える返信メールを四角に英文で書きなさい。あなたが書く返信メールの中で、ジェインのメール文中の 河川部についてあなたがより理解を深めるために河川部の特徴を問う具体的な質問を2つしなさい。だから質問に答えつつ自分でもその河川部について質問するわけね。質問は2つするのね、こっちはね。向こうの質問は1つでしょうから、それに対してこうじゃないみたいに答えればいいんだけど。それ、あの、about your question みたいな感じで、えー、っとやるといいよね、その部分ね。 あなたが書く返信メールの中で四角に書く英文の語数の目安は45から55です。回答欄の外に書かれたものは採点されません。回答がジェインの E メールに対応していないと判断された場合は0点と採点されることがあります。ジェインの E メールの内容をよく読んでから答えてください。四角の下のベストウィッシュズの後にあなたの名前を書く必要はありません。じゃあこれ読んでいきましょう。一緒にね。はい、からね。 ああ、ちょっと待って。その前に、日本語の意味ちょっと見ようか。あの、本番ではもちろん日本語は全然書いてないし、自分でも日本語書かないんですけど、えー、英語しか書きませんからね。でも、ここでちょっとね、えー、っとあ、これですね。私が訳したのがあるので、自分で作ったのを自分で訳しました。これをちょっと、日本語をまず読みましょうか。一緒に。ね。そうすると、理解が深まると思います。じゃあ、こんにちはから。せーの。こんにちは。 何だと思うおばあちゃんが私に新しいスマートフォンを買ってくれた。ここについて何か聞くんだね。だから前の時と同じように色はどのくらい、いくらくらいしたのみたいな2つからい聞けばいいわけね。私の古いものは壊れそうになっていましたが、両親は私の誕生日まで待たなければいけないと言いました。そんなに長く待ちたくなかった。それで私は彼女に、そのおばあちゃんね、これね、尋ねました。そして彼女は OK と言いました。<laughs> 私の新しいスマートフォンは、 祖母のと同じタイプですそこで彼女は私が暇な時にその使い方を教えてほしいと思っています。高齢者にとってスマートフォンの使い方を学ぶのは難しいと思いますかこれも答えなきゃダメだね。これがだいたいこの、えっと、メールをくれたジェインの、えー、本当の意図だからね、結局ね。これは一つ答えるしかないです。で、さっきの自分でこちらから質問するのはこれについて2つですね。 えっと、hi guess what my grandmother bought me a new smartphone my old one was almost broken but my parents said I had to wait until my birthday I didn't want to wait that long so I asked her and she said okay grandmother my new smartphone is the same type as my grandmother's. So she wants me to show how to use it when I am free. Do you think it is hard for an elderly person to learn how to use a smartphone? Your friend, Jane. Hi, Jane. Thank you for your email. スマートフォン買ったんだってね、すごいね、えいくらしたのはどんな色なのそして、About your question. あなたのクエスチョンについては、え簡単だと思うよみたいな。で、その部分をここに書くわけね。で、その書く部分を、えっと、そう。この下あたりにちょっと書いておこうかな。これ日本語の訳もありますけどね。訳したんですけど。ここら辺に書いておきましょうかね。じゃあ、 えっと、こっちの漢字が、えっ、ー、と、まず、あ、そうだね。これね。えっ、ー、と、で、ここで最初、えー、スマートフォン買ったのっていう。スマートフォン you bought, you bought a new smartphone. これいいね。で、びっくりマークする you bought。あ、そのまま映せばいいだから簡単でしょスマートフォン。 で、that's great. <laughs> 大体こんな感じですよね。いつでもね。that's great. <S で、またビックりバック。<laughs> that's great. <S えっと、そうだな。えー、あ、what color is it? なんていう感じですよね。カラー is it <laughs>。それとあと何かなあ、二つ、もう一つだよね。えー あ、how much w a h o w much was 二つでも OK ですね。ただこれじゃちょっと語数が足らなくなると思うので、えっ、ー、と、この後に、私のは例えば1万円だったみたいな。それで銀色なんだけど、今度は黒が欲しいとか、そんなこと。あるいは、この後にこういうのあるよね。almost broken ってあるよね。これ、これ使っちゃおうか。ね。そうすると、 マイン、本当はマインがいいんだよね。マイン。私のもの。マインね。これ使うの。でも、マイスマートフォンでもいいよ。なんかこれが不安だったら、マイスマートフォンにしてもいいです。マイン is almost broken。これ。マイン is also almost ここに also 入れるのがいいんですけど、えっとこれがちょっと難しそうだったら、マイン is almost broken。 broken to. この、私も、のも壊れそうなんですよ。で、I want a new, ここは、何回もスマートフォン使うの嫌なので、new one にすると、これ点数高いですからね。もちろん、スマートフォンでもいいんだけど、そうすると、点数はあまり上がりません。I want a new one too. また to. えっと、同じの two 使うんだったら、I also want, え、やっぱり、 I want a new one too. これでいいかね。で、びっくりマーク。本当欲しいって感じが出るでしょう。で、About your question.About your question. これいいね。絶対覚えておいて、これ。クエスチョン。あの、模範解答にも出てたからね。これ絶対使って損はないんです。このクエスチョン。o n て覚えておいて。About your question。えっと、なんだっけあ、Elderly Person ーーにも えー、スマートフォン、えー、難しくなく使えるか、習えるか、新しくっていうことなんだけど、あばてをくれしゅ I think ここ、I、think ね、必ずね。えっと、でここを使っちゃいました。この elderly person、u n elderly person。えっと、これ使っちゃうか。I think it is not hard For an elderly person To learn how to use a smartphone。 これでもいいんだけど、not hard だとあれだ、ここ e a s easy、これ easy にしましょうよ。そんなあの逆のことに、I think it i s easy. easy easy for an elderly person、Some、to learn how to use a smartphone。 えっと、How、to Use a smartphone。で、これね、えっ、ー、とね、えっとね、えっ <laughs> でね、これ、elderly person、てなってか、これ、おばあちゃんのことだよね、具体的にはだから、For You are grandmother にしよう。ね。そうすると、これで、ね、これを使える、ここで変えられるっていうのはすごいね、あの、英語力があるってことだから、すごい,いことだと思います。これができれば。で、これ足んなかったら、これでも足んなかったら、あなたのおばあちゃんって、えっと、まだ若いものみたいな感じで。じゃなかったあなたのおばあちゃんって頭いいものみたいな感じで、後でここに書けば、 えっと、最高です。でもちょっと何語になったか数えてみようね。え何語でしたっけ ?40 から50ですね。じゃあ一緒に数えましょうか。1、2、3で数えていくからね。1、2って言うからね。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26。 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.44 44だからもうこれ十分です。これが答えでいいと思います。はい。じゃあこれちょっと読んでみましょうか。えー、日本がわかるよねもうね。大丈夫だよね。じゃあこれ読んでみましょう。せーの。You bought a new smartphone.That's great.What color is it? How much was it? Mine is almost broken too. I want a new one too. I want a new one. I also I also want a new one. About your question, I think it is easy for your grandmother. to learn how to use a smartphone. はい。いいでしょうね。はい。完璧かもしれません、これ。